どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は、コラボ企画なんですけども、久しぶりにパーカーくんに出ていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、お久しぶりです。今回は、面接企画ということで、パーカーくんと、しゅんだりメンバーの、大手5社内定した池田くんの面接対決という、企画をさせていただけたらなと思ってます。実際の、つよつよ就活無双者に、登録者数50万人の人は勝てるのかどうかっていうところを、ちょっと今回検証できたらなと思っています。今回面接をしていただくのはマイクロソフトで働かれている八木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。八木さんも簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？はい、私八木と申しまして、マイクロソフトのですね、カスタマーサクセス事業本部というところで製品の担当ではなくてお客様の担当をさせていただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ今回面接を受けていただくお二人にも簡単に自己紹介をお願いできたらなと思います。はい、新代理メンバーの池田智也と申します。私は明治大学卒業して今新卒3人目の社員として春大株式会社ダイアリーで働いてます。今日の面接はすごい強敵だと思うんですけど、負けないように頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、パーカー君も簡単に意気込みも含めて自己紹介いただけたらと思います。はい、室蘭工業大学3年でございます。YouTuber もやっておりますパーカーです。今日は全然まさかの勝負とかいうテンションじゃなかったのでと急にと怯えてるんですけれども、就活の猛者の方々から、多分ボコボコにされるかもしれないんですけど、できる限り頑張りたいと思います。よろしくお願いします。2年前ぐらいにパーカー君と面接対決を、ハーボックスの企画でやったと思うんですけど、その時は僕負けたので、池ちゃんにリベンジを果たしていただけたらなと思ってます。ということで、八木さんが一緒に働きたいと思った方はどちらかっていうところの視点で、あくまで個人の主観で、どこかの企業に向けてっていうよりは、個人の主観でご判断いただけたらなと思ってます。はい、わかりました。じゃあ、ということで、早速、面接に移らせていただけたらなと思ってます。はい、では始めさせていただくので、早速なので自己紹介からですね、簡単に1分ほどで大丈夫なので、まず簡単な自己紹介1分お願いできますでしょうか？はい、 YouTuber のパーカーと申します。もともと神戸大学っていうところにいたんですけど、宇宙のことをちょっと勉強したいなと思って、最近北海道の室蘭工業大学っていうところに編入しました。将来、宇宙関係の、仕事ができたらなっていうので室蘭工業大学で勉強しているんですけれども、今は YouTube をメインに自分に、できることをやってるっていう感じなんですけど、大学生の日常とかの動画をこう出して、YouTube で、遊びながら、大学の勉強を、頑張ろうかなと思っている感じでございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次池田さんお願いします。はい、本日はお時間いただきましてありがとうございます。私池田智也と申します。皆さんからは縁の下の力持ちと言われることが多く、結構チームの中で全体感を見ながらいろんな自分のポジションをこなしていくことがすごい得意だというふうに思ってます。今までは14年間サッカーを部長など経験したりだとか、大学時代では大人と一緒に核廃絶のシンポジウムを行ったり、対馬で地方創生をしていろんな地域の方々と協力しながら活動していくことがすごい印象的でした。本日そういったところを少しでもお話しできればなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お二人よろしくお願いいたします。そうですね、ちょっと自己紹介今いただけたところで、それぞれ、どんなことやってたかっていうのもお話しいただいたと思います。中でも特にその学生時代に力を入れたポイントっていうものについて、それぞれ教えていただけますでしょうか？今度池田さんからお願いしてもよろしいですか？はい、私が学生時代に力を入れたことと関しては、核廃絶のシンポジウムというものの集客に力を入れました。私は企画広報係として5ヶ月間NGO の方々と集客を始めるというところで活動をしていきまして、私はその留学の機会からそういうことで活動に興味を持って活動させていただいたんですけども、最初はいろんなより多くの方に訴求を高めるっていう形でジョインをさせていただいたんですけど、結構そこで SNS を通してより訴求力を持たせていこうという形で取り組んでたんですけれども、結構 NGO の方々から
そもそも SNS って何だったりとか、いきなりそう難しくないですかっていうところで結構バチバチ大変だったんですけども、最終的には目標である3000名というところを同日集客させていただいたっていうところが私の力を得た経験になってます。ありがとうございます。了解しました。ということでパーカーさんの方に移らせていただけたらと思います。パーカーさんの学生時代に、はい、力を入れていただいたことを教えてください。はい、まあ、僕が、まあ、力を入れたというか、まあ、頑張ったこととしては、まあ、YouTube でちょっと生計を立てるっていうのが、まあ、今ちょっと頑張ってるところでございます。まあ、その理由としては、まあ、結構大学入った後にいろいろ自分勝手に行動してまして、まあ、親に学費を払ってもらってたんですけど、今いる大学の分野に興味がないから別の大学に行くみたいな勝手に宣言をしたりとかいろいろしてたので、で結局それも試験に落ちて行けなくなったんですけど、まあ、そういう割と勝手なことをしてたので、学費を自分で稼いで親に迷惑というか、あんまりこう何も言われないようにしなくちゃいけないっていうところで、まあ、たまたま YouTube を始めて、まあ、それが、まあ、たまたまうまくいったので、まあ、多分頑張ったんだろうっていうところなんですけど、他にあんまないんですけど、まあ、YouTube である程度こう普通に生活はできるようになってるので、まあ、もうちょっとなんか面白いことがしたいっていうので、まあ、今ちょっと宇宙、興味のあった宇宙のことを勉強するために大学をまた編入したりとか、まあ、いろいろとりあえずやってみるっていうのをまあ、意識して生活しております。とりあえずそのやってみるっていうことに対する費用は自分でご自身で YouTube で提供立てて出してらっしゃる。まあそう、まあ、費用とかもそうですし、まあ、あとあんまりこういろいろこう手出す人っていうのはあんまりいないかなとも思うんで、ちょっと興味あったらフラッとやってみるみたいなことは他の人よりちょっとそういう性質があるんじゃないかなというふうに思っております。そのいくつかこうじゃあちょっと興味を持ったときにすぐにこう着手してみてっていうことを、はい、じゃあいくつかされてきたのかなと思うんですけども、はい、そういうと今までやってらっしゃった中でなんか特に例えばじゃあ YouTuber として視聴者から受けが良かったなのか、ちょっと自分ができPR できそうなこんなことやりましたっていうのがあったらちょっと教えていただきたいんですけど、何かございますか？そうですね、 PR としては普通まあ、YouTube でなんか自分のことを話すとかって結構恥ずかしかったりとか、それこそ街中でひたすら一人で動画を撮るみたいなのがすごい恥ずかしくて、まあなかなかできない人もいるかなと思うんですけど、そういう周りの目を気にせずやるっていう頑張ったかなと思います。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと池田さんに戻らせていただいて、こうそうですね、やり遂げようという意識が強いのかなと今感じたんですけど、はい、その一方でこう過去に挫折された経験とかもしあれば教えていただきたいです。あればなんかどう乗り越えたかっていうところまで教えていただけるとなと思います。はい、そうですね、挫折した経験としては高校のサッカー部の経験かなというふうに思っております。で、私の部活は部員が86名おりまして、私がその高校のスポーツの推薦で入学したので、元々の目標だったりとかそのモチベーションっていったところの少し乖離がある状態でチームに進めてしまったのかなっていうところで、なかなか練習での言い争いであったりとか、うまくいかないなっていうところがあって、一時期そのメンバーから仲間外れではないですけどうまく馴染めないなっていう経験がすごいあったのが一番の挫折経験で、試合も結果も5試合連続で負けてしまったっていうところが一番つらかったかなというふうに思っております。でそこで私がしたこととしては2点ございまして、1点目はその相手の重要なキーマンとまずは仲良くなるというところですね。もともとそのチームが私がスポーツで入ったことだったり、中高一貫校の高校から入ったので、もともとグループができている中の中学からしっかりやっているチームの中心メンバーと仲良くなることで、なんかあの人が認めるならじゃあ少し仲良くしようかなというふうに思ってもらえると思うので、そういったキーマンとまずは仲良くなるって言ったとだったりとか、あとその中でも練習に対する姿勢だったりとか自分自身の良さっていうところは間違ってはいないかなっていうふうに思っていたので、いかに自分がチームのことを考えているのかだったりとか、どういった目標を持ってそれを逆算して自分の思いを伝えているのかっていったところをより理解してもらうために、しっかり合宿であったりとか試合に出るメンバー含め話す機会っていうのを設けたっていうところが一つ力を得たことなのかなっていうふうには乗り越えた経験かなというふうに思ってます。ありがとうございます。
はい、じゃあちょっとまたパーカーさんに移らせてください。パーカーさんにもご自身の挫折経験あればまず教えていただけますか？ちょっと話が長くなっちゃうかもしれないんですけど、大学でちょっと学びたいことが変わったから、他の大学にちょっと編入しようと思って、編入試験を受けたっていうのがあったんですけど、そこで結局結構勉強したんですけど、落ちてしまって、そこからこう、あまり人生に楽しみというか希望が持てず、半ニート生活みたいな経験が多分あったので、そこが一つ挫折というか、暗かった時期なんじゃないかなと思っています。どう抜け出されましたか、そこから。まあ何かこう頑張って抜け出したというか、まあ一つは時間が勝手に解決したっていうところだと思うんですけど、まあでもその落ちて、まあやることがあんまりなくなったんで、生活しなくちゃいけないということで、ほぼ1ヶ月毎日ひたすらバイトし続けて、なんかバイトで30万円くらい稼ぐみたいな生活を何ヶ月か続けてたんで、まあそういうちょっとひたすらバイトをして気づいたらもう、まあこういう生活もありかなみたいな感じになってたんで、はい、それでちょっと精神的な不安定さから脱却できたかなと思っています。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと池田さんに戻らせていただいて、ご自身の長所と短所でいうと、どんなところだと思われますか？私の長所としては、やりきると思った時の、その全体感を見て行動できるところかなというふうに思っております。で、そのサッカーのお話でも、シンポジウムの話でも、一番のキーマンであったりと、誰を味方につければいいのかっていうところの全体感を見て行動するというところはできているのかなというふうに思いますので、その熱意としっかり誰が大事なのかというところを判断して決めていけるところが私の長所かなと思います。で、一方でその短所としては、自分の思いが強いだったりとか、全体感を見て行動するあまりに失敗したと思ったことに関しては、なかなか踏み切れないところもあるのかなというふうには思っているので、ちょっともっとなんかやるべきことであったらええやって形でなんか挑めるといいのかなというふうには思ってます。どうなんですかね、リスクテイクをちょっとしたくないっていうようなところもありますか、そうすると。そうですね、少しあるのかなというふうに思います。わかりました。はい、じゃあ、ちょっとまたパーカーさんに移らせてください。長所と短所についてもお伺いできますか？そうですね、長所、まあ、あんまり自分で言うのもなんですけれども、あんまりこう人と群れたくないみたいなのが長所かなと思ってまして、まあ、人と一緒にいると、人と同じような選択肢しか取れなくなっちゃったりとか、自然にこう、そのグループと同じような感じに染まっちゃうかなっていう恐怖心がありまして、なるべくこう、人と関わらず一人で、本当にこう、面白そうなこととかを見つけるっていうのは、長所というか、あれですけど、自分の性格の、まあ、好きなところかなっていうのは思います。ありがとうございます。短所についてはいかがでしょう。短所、そうですね。まあ、喋ることが苦手とか、なんか喋ってる時に半笑いになっちゃうみたいな、そういうちょっと短所はあると思うんですけど、まあ、いっぱいあると思うんですけど、まあ、あんまり短所を見ないっていうようにしてるんで、そんなところです。はい、ありがとうございます。じゃあ、そろそろ最後にしたいかなと思います。ちょっとここまでですね、過去のこう経験とか、あとはご自身のこう人となりの分析みたいなところに伺わせていただいたんですけど、じゃあ、これからっていうところで、何かこう将来のビジョンみたいなものを持っていれば、そういったところについて教えてください。じゃあ、パッカーさんからお願いします。はい。まあ、将来のビジョンというか、まあ、一個大きいこととしてやりたいのは、宇宙関係の仕事っていうところで、今ちょっと思い出したんですけど、さっきの挫折を乗り越えたというか、その経験で、宇宙がすごい、その時くらいからすごい好きになったんですけど、その理由が、まあ、宇宙ってすごい、百何億年とかの歴史があって、まあ、その中でこう、自分がちょっと生まれて100年くらい生きて死ぬっていう、宇宙のスケールから、見ると、自分の生活が悪くなるとか、大学に落ちるとか、そういうのは小さいことなんじゃないかっていう思いに至って、そこからちょっとポジティブになれたっていうのがあるんで、まあその宇宙の広さというか、宇宙をちょっとひたすら探索したいっていうのは、一個ライフワークというか、今後の人生で長くやっていきたいというところで、具体的な話すると、もうすぐ大学の研究室とかに入ると思うので、まあそこでひたすら一日何十時間とか、研究室にこもって結果が出せればなっていうふうに思っております。次ですね。ありがとうございます。はい、じゃあ池田さんも将来のビジョンとあれば教えてください。はい。
私のビジョンといたしましては、よりなんか多くの人が自分納得いく人生を生きられたらいいのかなというふうには思っています。そのために私自身はロールモデルとなるようなものだったりとか、より多くの人にいろんな意思決定ができるようなチャンスを与える人間になりたいなというふうに思っています。そのためにまずは自分でももっとこういったところがあればすごいみんなのロールモデルになれるかなだったりとか、将来のことを考えるためには今何が必要なのかと考えた上で行動できる、まずは自分で行動してみるっていうところが一番してきたことだと思うので、それを今もそのまま続けていって実際に営業職としてその企業として売り上げも立てつつ、自分のスキルをさらにしっかり身につけていって、もう自分自身も大きくしていくっていうところ、その上でその会社個人が大きくなった上で自分自身を通し、もうその会社も通してより多くの影響力であったりとか選択肢を与えるような人になっていきたいなというふうに思っております。はい、ありました。私ありがとうございます。じゃあちょっとここまでで結構伺えたので、本日の面接としては以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございますどうでしたか、パーカー君。いやちょっとあんまりこう面接とかに全然考えてないまま過ごしてきたんですけど、これが面接かっていうのを対戦相手の発言からすごくちょっとレベルの違いを感じたところでございます。いえいえ、池ちゃんどうですか、手応えは。そうですね、ちょっと久しぶりだったっていうところと、その私のキャラクターとパーカーさんのキャラクター結構違っていたのかなっていうところはあるので、そこがすごい八木さんに合うかどうなのかなっていう気はしてますじゃあということで、じゃ早速結果発表の方に移れたらなと思います。八木さん、はい、決めましたか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあということで結果の方を、八木さんの方からお願いします。はい、それではですね、私個人が一緒に働きたいなと思ったのは、皆さんからは縁の下の力持ちと言われることが多く、そうですね、まあ喋ることが苦手とか、なんか喋ってる時に半笑いになっちゃうみたいな。私個人が一緒に働きたいなと思ったのは